はい、ラピッ TV です。今日はうちの便座とね、便座カバーが着なくなってきたんでね、永年劣化、もう20年ぐらい前のやつですけど、こちらをまあ Amazon で購入しましたので取り替えていきたいと思います。果たして綺麗になるか DIY でこちらの便座外して新しいものに取り替えていきたいと思います。では早速始めます。まず購入した便座と便座カバー開封していきたいと思います。それでは今到着しました便座と便座カバー、TOTOのこちらの型番の商品を Amazon でお安く購入できました。概要欄にリンク貼っときますのでね、まあ同じ便座で取り付けたいという方はこちらを参考にしてください。まずパッケージ内容、今届いたばかりのものを見ていきます。開封です。内容物、はい、これが新しい便座カバーと便座になります。これアイボリーホワイトかなというのになります。入っているのが、これが専用工具までついてきております。後でお見せしますが、今ついているのをこれで外しまして、留めネジ、そして便座カバーを外します。古いタイプを外して新しいのに取り替える工具です。これ工具嬉しいですよね。工具もセットで入ってます。そして、こちら。はい。新しい綺麗な便座となります。TOTOの私のところは大きいタイプ。レギュラータイプと大きいタイプがあります。ここの長さを、ここからここまでの長さと、まあ、ここの幅ですね。とかを図面がありますので、それを見て必ず測ってどちらかを選択してください。自分のトイレに合う便座。大きいタイプ、私は大きいタイプになっておりますので、大きいタイプの便座を買いました。そして、これが蓋の方ですね。蓋もこういう風に新しい綺麗なのが入ってきてます。早速、これに取り替えていきたいと思います。しっかりしてますね。厚みもあって、ふにゃふにゃしてません。非常にアイボリーで、綺麗な色の便座に変えていきたいと思います。そしてこちらに、はい、便座を取り付けるこういったもの、中身見せますね。これが一式入ってきてます。先ほどの工具、そしてこの便座を取り付けるネジなど一式入ってます。こういう感じ。もう中バラしませんけど、これを、まあ、次は、まあ、仮に組み立ててみて、それからやっていきたいと思います。パッキンも入ってます。はい。これが、まあ、今回購入した、一式、便座カバーと便座。そして、工具も入って、取り付けの、はい。各種部品も入ってます。フルセット入って、まあ、4000円弱で購入することができましたので、皆さんも今の便座が古くなってね、こう、黄ばんでる方は、これを参考に取り替えてみてください。では、やっていきます。まず、取り外しからやっていきます。はい。それでは、取り付ける前にね、前準備をします。まず、便座の蓋、カバーですね。そして、便座。そして、各種部品。これを準備します。これだけ入ってます。そして、取扱い説明書。まず、こういった感じで、ピンを取り付ける方法の説明書と、これが取り付ける内容が順番にこういうふうに、こういったものまで説明書入っております。ここを仮締めするというふうに書いてありますので、締め付ける前に調整が必要なので仮締め、この順番でやっていってください。はい。これがその、まあ前準備するトイレのこちらを取り付ける、これが工具、その部品の一つとなります。まずこのパッキンですね。これをここに刺してこんな感じ。この凸の部分をここの中に入るように入れてください。そしてこちらも同じように準備してください。これでパッキン、ゴムパッキンをこのような状態にします。これをトイレの外したところの穴に入れて、まあ、接続する部分となります。これですね。このパッキンを入れてもらうという作業をまずしときます。こういった感じで準備、前準備。そして、これが横ピンですね。横に入る、これがカチッと入るピンになります。便座の蓋を留めるもの、便座
便座と便座のカバーを取り付ける、これがそのピンとなります。左右ついてます、2本。そしてどうするかと言いますと、あとは外したこちら旧トイレの便座と便座カバーを外して、こういった状態にこちらを先に入れて、はい、こんな状態。そしてこれでまあ締め上げていくといった感じになります。はい、こういった状態を作るということで、まずこれがまあつける前の説明書を読んで準備するといった感じですね。全ての部品が揃っているか見てください。これがパッキンです。このような状態にします。では外して、いよいよ新しい方を DIY で取り付けていきたいと思います。はい、これが今トイレの裏の部分ですね。今ついている古いこのネジをこちらの工具で外していきます。はい、これ左右ありますので、こちらを外していきます。潜り込まないでいいように鏡を使います。そして工具を差し込みます。そしてここ持って、のの字の逆ですね、向こうにこういう感じでギュッとやります。これで緩みますので、あとは手でこんな感じで外していきます。わかりますか？鏡に映ってますね。こんな感じで左右を外してもらうとスポッと抜けますので、これでネジを取るといった具合です。今取れました、これです。そしてここにもパッキンがついてます。このまま引っ張り上げると、左右を外すとこれが便座が取れます。はい、このように反対側もこのパッキンとこの2つを外します。いいですね、この2つ。これはもう手で回さなくて、もうパッキンなのでこう引っ張り出して、硬いですけど左に回しながら取ってください。この2つを取り外す、左右取り外したところです。画面見てください、両方向こうも外して、この2つのネジとこちらのパッキンを外します。するとこれが取れるといった状態になります。これがね、スポッとこんな感じになります。ここに古いパッキンがついてますので、あと新しいやつを組み立てて入れて締め上げていきます。このような順序です。ではやっていきます、はい、ちなみにこれがね、古い取り扱便座を取り外したところです。便座カバーと便座を取り外した状態です。この穴の中に新しく買ったやつを差し込んで締め上げていきます、はい、そして新しいこちらの便座カバーと便座取り付け具のこのピンを取り付けます。この部分ですね、こういった状態にカチッとこの説明書通りにはめてもらいます。そしてあとはナットで締め上げて三角パッキンを入れるといった状態。ここに部品があります。この順序でここにパッキンをこういった感じで入れて取り付けます。この溝がついてる方が内側です。こんな感じ。ここまで準備して、あとはこれを入れてこれで締め上げるといった形になります。工具がついてますんでね、この工具を使ってこれが、はい、ちゃんと合うようになってますので、上げていくといった状態、こんな感じです。はい、いいですね。それでは取り付けていきたいと思います。それでは組み立てたこちらの、はい、パッキンをこういうふうにセットして、左右ですね、セットしてこの穴に差し込みます。その時パッキンが落ちないようにしてくださいよ。はい、これをここに入れます。綺麗に入るようにここですね、見えますね。これで確認したらこの状態で締めてみます。あとはこれでまあ締め上げていくといった形になります。ここですね、これにすっぽり入れる。あとはこちらの2つの1つ目のパッキンとこのネジでこれを使って締め上げていくといった感じになります。それでは締め上げていきたいと思います。そしたら次に仮締めしていきます。鏡のこの部分を見てください。まずこちらの山の部分のパッキンの方から入れていきます。こちらから、これが上ですよ、こちらが上です。でこちらを入れます、入れます。はい、
これでパッキンをセットしました。ここですね。はい。ここにパッキンをセット。次にこちらのネジで締め上げると。まあ、仮締めですね。しっかり締めないのがコツです。こちらを、ここに、今度は外すときと逆で締め上げていきます。今ネジ、見えますか？ここをこう、手でくるくるっと回りますので、はい、これで、まあ、仮締めですね。で、最終的に、この便座カバーと、ここの、取り合い位置を見て、完全に増し締めするといった感じになります。まあ、うちはピンクなんでね、ピンクを頼もうと思ったんですけど、ピンクは高いんで、アイボリーの方にしました。まあ、これカバーつけるんでね、大した、そんなね、この色でも大丈夫といった具合で、はい、これで、まあ、仮締めができて、取り付け完了ということになります。あとは、こちらの工具で、まあ、縮めするといった感じで、非常に中の黄色くなっていた便座カバーと便座の蓋が綺麗になりましたね。そして、抗菌タイプとなっております。まあ、これがね、4000円以下で自分ですると取り替えられますんで、ぜひやってみてください。今日は、こちらの便座カバー取り付けと便座の新しい抗菌タイプ、Amazon で購入したものを取り付けてみました。皆さんもぜひ DIY でやってみてください。では、またです。さようなら。